い、クジラクジラ。なんだね。佐久間大介が導いているスノーマンじゃん。いるね。その番組でやらせが行われたな。それスノーでしょ。さあ、あの疑惑のダンス大会な。うん。確実に小学生チームの勝ちだよね。間違いないね。疑惑の1点差でスノーマン優勝だからな。ダンスだけでなく総合的に衣装なども評価されると言い訳をしているのよ。ひどい。衣装とか言ったらさ、スノーマンはプロの衣装さんがついているわけだからな。負けた小学生の一人がショックで不登校になっているんだよ。テレビとスノーマンの汚いところを見てしまったからだね。違うよ。え、やらせで負けたからじゃないの。不登校になった理由はスノーマンがあまりにもダンスが下手でショックだからみたい。そうなんだね。素敵な衣装や派手な演出でうまく見えていたけどさ、実際に同じ企画で踊ってみたら小学生の自分より下手でショックだったみたい。